こんにちは。1月16日火曜日の高野文夫のマイビデオダイアリーです。毎回ですね、コミュニケーションのキーポイントを一つ発信いたしております。今日はですね、旧江戸川のバックからお届けいたします。今年ですね、まだ見ぬ未来を作る、あるいはですね、まだ見たことのない未来を覗くとかですね、まあそういった感じの本を出そうと思ってます。まだ見ぬ未来から学ぶとかですね。それどういうことかと言いますとですね、過去、現代、未来というのはつながってるわけですよね。つながってるわけです。未来を作るということは、過去と現代の知見とかですね、いろいろなもののこの組み合わせからですね、まあ今ない新しい便益、新しい価値あるものを作るということが、私は未来を作ることだと思います。じゃあそのためにはどうしたらいいかというと、この煩雑なですね、知識が洪水のようなに流れている、物品もですね、洪水のように流れている中からですね、価値あるものを拾い上げて組み合わせて、まだない将来価値あるものに作り上げるということだと思いますね。一つ例をお話しますと、スティーブ・ジョブズはですね、今 iPhone を開発して、まあ、世界的に今売れて席巻しているわけですけれども、スティーブ・ジョブズがメインに開発した iPhone にしてもですね、すでにあったものを組み合わせた、そして最も便利なものとして未来を作っていったわけですよ。3つとは何かというと、1つはですね、電話ですね。 iPhone は電話でもあります。2つ目は、音楽を聴くものですよね。蓄音機とかウォークマンみたいなものです、音楽のプレイヤー。3つ目はですね、インターネットの社会ですから、インターネットができますね。インターネット、いろいろな世界の情報をどこにいても取れるという、この3つをですね、組み合わせたのが iPhone なんですが、何のことはない、すでにあるものをくっつけて使いやすくしただけなんですよね。それが2兆とかですね、何兆というですね、トヨタ自動車を超えるような売り上げになってるわけですよ。要は未来を作ったわけですね。その未来をどうして作ったかというと、じっと現実を見てですね、現実の中から価値あるものを拾い上げて組み合わせただけなんですよね。じゃあ現実にあるもので、その価値あるものを見抜く目というのはどうしたらいいかというのは、またこの続きはですね、シリーズでお話ししたいと思います。続きをご期待です。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。